エビス江次郎大正元年8月29日は、幕末から明治期の日本の公開者。函館大系深瀬広史堂と共に、函館三史と称される。エビス江次郎公安の開拓式、天保13年12月27日、函館に生まれる。函館の初実調べ書で、蘭学者、武田綾三郎より、公開術を学び、 箱館武行企画の国旅行で貿易及び上海で貿易航海で測量法を務めた。大政奉還後の明治5年正月、開拓使御用係に任せられカバトマルの船長となる。その際に開拓長官、黒田清隆の指示で航海に際しての旗印として、夜空に赤く光る北極星をイメージした北新機をデザイン時、 この旗印は1882年まで開拓史のシンボルとして使用された。明治5年8月、ロシア帝国とのカラフト、千島交換条約締結のためカラフトへ巡行。明治9年、黒田が特命全権弁理大臣を命ぜられた際に、朝鮮、高賀府へ巡行する。明治10年、西南戦争の勃発に最取黒田参戦のため、伊佐ツマル船長として、 九州へ巡行。明治十四年八月、明治天皇の北海道行行に際して、玄武丸の運送事務を所掌する。翌明治十五年二月、農商務省雇用係に任せられた後は、定身少子権管を経て、明治三十一年四月に、定身義士となり、明治三十四年に退官した。大正元年に死去。去年六十九。北新の旗とに始まりは、 公開し、エビス江次郎が考案した、戦艦記章、漢報第4651号、除人及び、事例1899年1月4日。ありがとうございます。